はい、今回はサイバースティックですね。まあ、サイバースティックメガドライブミニ2用なんですけども、実はねいろいろと対応しているということで、今回はねプレイステーション3に接続してみました。前回はねスイッチにつけましたけど、今回はプレイステーション3なんです。どうしてもプレイステーション3のソフト、こちらでプレイしたいものがありましたんでね、なんとかつないでみましたけども、まあこのねプレイステーション3で動かないよっていうコメントもありましたんで、ちょっとその辺ね、自分が昔といっても2ヶ月ぐらい前なんですけど、引っかかった点をね書き出してみました。ということで、まずはねこちらおそらく必要だと思うんですよ。何かというと USB ハブというものなんですが、ただの USB ハブではなくてセルフパワーのやつですね。要するに AC アダプターをつけるタイプの USB ハブが必要になると思います。ちょっとねここからは画面が暗くなるかもしれませんが、まずはですねプレイステーション3をデュアルショック3で起動させるんですが、この時コントローラーの割り当てナンバー番号が1になっていることを確認。ご覧のようにね1になってないとダメなんですよね。で先にね USB ポートにね、サイバースティックなんかを挿しておくと、そちらが1番になってしまってちょっとね不具合が出ます。今現在繋いでませんので、サイバースティックのねスティック動かしても動きません。これちなみに USB ポートに先に挿してるとメニューは操作できちゃったりします。現在まだ挿してないためね、こちら、USB ハブの方を挿してないために動きません。でここでねいよいよとりあえずここの辺は順番どっちでもいいんですけど、USB ハブの方にね AC アダプターを挿してサイバースティックの USB をね USB ハブの方に挿します。まだ USB ハブの USB コネクターはプレイステーション3に挿してません。まだ挿してはいけないということです。でここでデュアルショック3でとりあえずアフターバーナークライマックスをね起動してみましょう。でまだねデュアルショック3で操作しないとダメなんですよね。なんでかっていうと、サイバースティックはスタートボタンがね効かないんですね、プレイステーション3で。なのでスタートボタンはデュアルショックを経由しないとダメということになってますんで、デュアルショック3をね1番に指定してあります。まあ2番でも実は動くんですけど、でここですねスタートって書いてあります。ここで実はサイバースティックだと何もできなくなっちゃうんで、まずはデュアルショックね、デュアルショックの方のスタートボタンを押して中に入っていきます。ポチッ、セーブをロードして、まだまだねスタートを押す機会があります。ここでもねスタートボタンを押します。ポチッと、あ、このメニューが出てきたらもう OK ですね。このタイミングで USB ハブの USB コネクターをプレイステーション3の USB ポートに挿します。このタイミングですね。まあ多少順番はね大丈夫なんですけど、まあこの方法ならば確実ということで、このメニュー画面が出たらポスッと挿します。でここでいよいよデュアルショック3の PS ボタンを長押しですねして、コントローラーの割り当てを1以外にします。まあ2番でいいと思いますけど1以外にします。これでデュアルショック3はメインのコントローラーじゃなくなる。はい、ご覧のようにサイバースティックでねいよいよメニューが動かすことができました。あとはね普通にプレイするだけですよ。通常ね先に USB ポートにサイバースティックを挿すと反応しなくなっちゃうんですよね。ではちょっとねせっかくなんでプレイしていきたいと思います。いやーこれはどうで
しょうか。このソフトね、もう配信してないんですよね。おそらくライセンス関係で配信終わっちゃってるんですが、もうこれはね、もう一度配信すべきソフトだと思いますよ。これは本当に素晴らしいソフト、アフターバーナークライマックス。もうリリースされた瞬間に買ってしまいましたからね。まあ、当時はデュアルショック3でプレイしてましたけど、このね、サイバースティックとの相性がもうべらぼうにいいということです。あ、ちなみにそんなにプレイは上手くないですけどね。うん。多分そのうち墜落してしまうと思いますけど、それでも、なんだろう、セガサターンとか、ほら落ちちゃった。セガサターンとか、メガドライブでプレイしていた時に比べれば、結構ね、進めるんですよね。多分ちょっとダメージ制になってるからだと思います。そういった意味で、初心者でもかなりこう、高速で、なんていうのかな、シューティング、楽しめると思いますよ、これ。とにかく、あんまり考えなくてよくて、ガンガン突き進んで、バリバリ撃ちまくって、撃墜していくと。で、時々ね、このローリングして、360度回転すると。これが本当にクライマックス感がね、半端ないですね。ちなみに自分の最初のアフターバーナーはファミコン版でしたから。なんちゃってアフターバーナーな感じでしたけどね。まあ、あれは当時ね、本当によくできていた移植だったと思いますけど、今こうやって見るとね、この PS3 版のね、クライマックス、素晴らしいですよ。で、よく見ると、下のゲージね、スピードがあります。ちなみにクライマックスはボタン操作できるんですけど、スピードはね、現在、できません。スピード動かない。で、ちょっとね、後でね、キーコンフィグをしないとね、ダメなんですね。このままだと、スピードの可変ができません。常に一定のスピードで走ることになっています。いや、これまたね、迫力ですよ。これもう一回配信してくんないかなって思います。まあ、ライセンスなんでしょうね。いろいろこう、なんだろう、戦闘機とかのライセンスが出てたんですよ。起動した時にね。なんでその辺でなんかあるんだと思います。さあ、次のステージ。お、マグマですよ。ボルケイノー。すげえ。すげえ。めちゃくちゃ熱いですよ。要するに深く考えなくていいんですね。例えばエースコンバとかと結構考えるんですけどね。これはもうガンガン突き進んじゃうんで、どんどん撃ちまくると。避けて撃つ。そしてこの回転ね。鼻血ブーです。非常にね、フレームレートも安定してて、気持ちのいい回転ですね。ファミコン時のカクカクから想像すると、なんて気持ちのいい回転なんだと思います。残念ながら動画はね、30フレームなんで、60で収録はしてあるんですけど、30フレームなんで、若干カクついてるかもしれませんけど。いや、実際このね、画面で見る、アフターバーナークライマックスのスムーズな動きがね、最高です。さあ、間もなく終わりですね。で、結構下手っぴなんですが、普通に結構半分ぐらいまで来るんですよ。だから気持ちよくプレイできますね。この辺は結構中盤かな。ちょっと街っぽいところに来ましたけど、こんなところでぶっ放して墜落でもしたらえらい迷惑ですね。さあどうだ。あ、ちょっと当たっちゃったな。もう一回回転してみましょうか。よいしょ。それ。おお、あ、墜落した。ビルディングに墜落したったよ。半分弱ぐらいですね。まあこんな感じです。さっきのプレイでは加速と減速がねできてませんでした。で、キーコンフィグがありますんで、ここでねタイプ A からタイプ B にすると R スティックに加速と減速ね、割り当てられますんで、そうするとサイバースティックの上下でね、加速減速ができますんで、あとは、ガンとミサイルを
ちゃんとね、調整してあげます。で、ご覧のようにタイプ B で、タイプ B にすると R スティックがね、加速減速になります。これがそのままサイバースティックの、あの上下のね、アナログスティックに対応してますんで、これで加速減速が可能になります。で、そのままだとミサイルとガンが出ませんので、とりあえず×ボタンにガン、四角ボタンにミサイルを割り当てて、まあこんな感じでね、やると、プレイが簡単にというか、ちゃんとプレイできるようになります。で、とりあえず、ちゃんとね、上下に動いてるのかと、上下ね、ご覧のように、加速と減速ね、あのゲージを見てもらえばわかる通り、動くようになりました。まあこんな感じでね、キーコンフィグが肝になってますんで、これはね、ちゃんとやらないと、そのままだとね、できません。加速減速ができませんのでね、キーコンフィグは必須です。いや、これは痺れますね。セガさん再ダウンロード希望。で、よくね、間違っちゃうというか、動かないなっていう方。まあ自分も最初ハマった沼なんですけど、まずはね、こちらの USB ハブですよ。USB ハブはセルフパワーのやつをちゃんと使ってますかと。AC アダプター付きのね。バスパワーではダメみたいですね。バスパワーではダメ。なので、ちゃんと AC アダプターの付いている別枠でね、電源を供給する必要があるみたいなので、そういった USB ハブを用意するといった感じでしょうか。まずここが1点ですね。で、次はね、あれですよ。つなぐ時のタイミングなんですよね。サイバースティックが動作しない。その2。こちらです。で、サイバースティックを先に、プレイステーション3に起動じゃない、接続しちゃってると、こちらの、デュアルショック3が、ナンバー2にね、割り当てられてしまいます。一見これでも、あのメニューとかね、プレイステーション3のメニューは動いてますんで、あれいけんじゃねえと思うんですが、残念ながら、アフターバーナーの画面に入ると、動かなくなってしまうんですよ、サイバースティックがね。ということを考えると、この段階では、まだ、サイバースティックのね、USB は、挿してはダメということになります。なので、必ずデュアルショック3が一番に割り当てられてスタートしているかをチェック。ということで、他のソフトでもね、ちょっとやってみたいと思います。まあ大体いろんな方もやってますんで、わかってると思いますけど、まずはね、どうしてもやりたいのがこちら。PS3 のね、PS2 アーカイブス。その中のギャラクシーフォース2をね、ちょっとチョイスしてみました。スペースハリアーも動作しましたよ。で、こちらは今回ね、ギャラクシーフォースをやってみたいと思います。で、こちらも先ほどのね、アフターバーナークライマックスと同じく、ここでコントローラーの割り当てをね、また変更しないといけません。で、まあ2番ってやつですね。まあ2番以降でいいんですけど、2番にして、決定すると。そうすると、いよいよご覧のようにね、サイバースティックで、ギャラクシーフォース2をプレイすることができます。ということで、ポイントは、プレイステーション3を起動する前に、まだ先にね、サイバースティックの USB をつけちゃダメということで、デュアルショック3をね、起動させるんですけど、その時にデュアルショック3が1番になってるかというのをまずチェックと。そして、USB をね、サイバースティックの USB をつなぐタイミングですが、スタートボタンが効かないので、スタートボタンはギリギリまでデュアルショック3で行います。で、もうスタートボタン使わないぞというところまで来たら、コントローラーの割り当てを切り替えてね、サイバースティックの方に切り替えてあげます。そうすると、まあ動くでしょう、
言った感じですが、どうでしょうかね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、自分もちょっとね、沼にはまりましたけど、こんな感じで PS3 でサイバースティック。ではまた。